う一つはね、あの仏教、お経の中に、はい、結構まあ大乗仏教なんかそうなんですけど、はい、そうこの世の終わりっていうのはあるんですね、はい、概念としてね、はいはい、その仏教の中に、うん、あのお釈迦様の教えが、正しい教えがどんどん廃れてって、うん、形骸化してって、最後は末法になって、すぐ滅法に行くっていう、うん、やっぱりそういう将来このまま行くと、うん、やっぱ秩序が乱れていく、世が終わるみたいな、そういう世界観というかな、哲学的な部分というのは多分にこうあって、聖徳太子は当然ながらそれはね、世界観としてあったと思います。だからそのよくあるその聖徳太子の未来記で、原発以下起こるよとか、第三次世界大戦起こるよとか、富士山が爆発するとか、そういうことじゃないです。そういうことではないです。あくまでも神と人間、日本の国民をちゃんと神のために、ね、働いてるか、ちゃんと神を尊敬してるか、崇めてるか、それの象徴が天皇なんですよ。だから天皇と共に日本はあったんです。ずっとあった。天皇のない日本は今なかったんです。なかったですね。今も天皇は廃止したらいいじゃないかとか、いろいろありますけど、日本じゃなくなるんです。で、それを憂えた。だから聖徳太子はそこを考えてないかと。だからその日本の国がなくなるとしたらこういうことだよと、だからそうならないようにしてくれと、こうならないようにこれを守ってくれということを書き記したのがおそらく未来記なんだろうなと。で、そのおそらくそういうふうな大事なことをもうそろそろ一般的な、一般のこととして知らしめなきゃならないっていうふうに、中山先生と知り合った、そのなんていうんですか、四天王寺の関係者の方も、はいはいはい、もうそれもね、そう思われたと思うんです。タイミングだったんですね、うん、で、あのその1990年代って、はい、ちょうどオウム真理教だとかね、あ、社会不安があって、ね、社会不安があって、世紀末ですからね、でソ連が崩壊してたとかね、はい、そういう時代なんですよね、バブルも崩壊して、で世の中がちょっと日本がギスギスして、ちょっと世界はこれはどうなるんだっていうような時期でもあったんですよ、はい、だから日本をそのまあ終末も書いてあるけども、作られても書いてあるんだよという未来記を、まあ我々若い、この時僕若かったんで、若い人たちにそのね、あの読み解いてもらって、であなた方21世紀を作ってくれないかというメッセージだったと思います。それを考えたら、すごくそれを誰かの、あの教授だとか、そういうふうな権威のある方に託すっていうのは、逆にもう右翼だとか、なんかいろいろそういうこと変な揶揄をされてしまって、ちゃんと伝わらない可能性も高かったでしょうね。そういう意味で月海さんと僕にその託してくれたのかな。そうですよね。ただその未来記が出なかったんですね。結局なんでですかね。結局出なかったんですよ。あのね、これはいろいろ僕あるんです。あの四天王寺の内外とか、あるいは宮内庁だとか、そういうところが動いたのかもしれないよなと思うんですよ、ね、国としてはちゃんとその未来記の存在は分かってるんですか ね未来記をね、まあ、はい、あればこう公開すればいいじゃんって、まあ、思うんです、はい、普通はね。でもね、あの四天王寺の関係者に置き換えてみましょう、ね、で、まあ、未来記1400年間眠ってた未来記をじゃあ公開しますって、まあ、公開するとしましょうよな。どう責任持てます？まあ、さっき言ったように新元論争の中に入って、もうね、またドロドロのまた歴史学のね権威たちがいじくり回して、いじくり回して、その間にあの解読できたっていう宗派みたいなのが出てきて、これは我々のことは書いてあるみたいなことを言って、また新興宗教みたいなのが出てきて、利用するやつも出てきて、また新興宗教ができてみたいなことになって、また詐欺が起きてみたいな。しかもですよ、大体日本はダメですよね。なんとか文書が出てきて、名前が流行ってて、これが改ざんされてるとか、そうなんか、でも大事なのが黒のね、なかったことにしようと、ほら出てきた日誌がみたいな、うん、そう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 。でしかも、まあその、まあ、四天王寺の重要関係者の、まあ、孫先生が言ったように、そのヨハネの黙示録に対応してるってことになると、聖徳太子はキリスト教聖書を読んでたってことになりますよね、はい、ある程度やっぱりその関係者の方って読んでみて、あれそうだ、これは、うん、っていうイメージがこうちゃんとできてたんですね、みたいですね。だからそれがね、その未来記を公開するのって、あれ聖徳太子聖書を知ってたんじゃねえのってなった、この歴史の概念変わりますよね、うん、そうですよね。そしたらその責任を負えるかですよ。ですよね。できっと聖徳太子の時代に聖書が来てるわけねえじゃんっていう学者たちもいるんで、そうですよね、徹底的に叩かれますよ。
今までの教育のね、あれがもう全部覆ることになるし、まあ、特にね、この聖徳太子っていうのはその日本における仏教を最初に導入した方であると、はい、だからあの四天王寺もそうだけど、はい、そうですね、だから今の日本における仏教の宗派ってもたくさんありますけども、はい、まあほぼ全部の宗派が聖徳太子を崇めてるんですよ、はい、日本における仏教を導入した聖人としてはて、うんうん、その仏教の聖人がクリスチャンそりゃもう、ね、日蓮宗に至ってはさ、キリスト教なんていうのでね、釈伏したるわみたいなねそんな過激なところまでね行ったりなんかする中で、それはね、まあ、そう、だから僕はまあクリスチャンと生きるかどう、でもね、概念はあったんです。さっき言ったように白木にはその弥勒信仰のがあった、俵があったわけですから、で白木はね、実はね、その仏教を入れるのが朝鮮半島の三国で一番遅かったんですね、はい、それまでの宗教って何だったのかっていうことなんですけど、はい、どうもね、ローマのその文化を取り入れたっていうね、でローマの文化を取り入れたってどういうことかって、ローマの人が来てたってことでしょ、うんうん、ローマの人が来てたってどういうことかって、まあミトラ教かキリスト教徒ですよ、その人たちが来てたわけですよね、うん、だからクリスチャンじゃなくてミロクちゃん、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 ミロクブス、ミロクちゃんの、はい、だからでその白木が、いわゆる、まあ、ある時突然ローマと決裂して中国の文化を送れるんですよ、うん、はい、でその時にファランができるんですよ、うん、一体何かというと、キリスト教をどうも捨てきれなかった人たちがいると思うんですね。あ、信仰、やっぱ信仰なんで、まあ、そうですよね、今日からお前その信仰ダメって言われても、うんうん、無理無理無理、そしたらそれを仏教にする、あ、クリスチャンからミロクちゃんになるそうそうそう、だからキリスト教を仏教にしたんですよ、うん、それがおそらく弥勒菩薩 なるほど、うまいこと考えた。そこと聖徳太子はいわゆる交際者だと、で弥勒菩薩参加シードをもらった、で馬宿であり久世観音でありっていうことになると、まあおそらくですよ、まあ聖徳太子はおそらくキリスト教のことは知ってた。そうですよね、知らないはずは絶対ない。でそれだけ頭のいい人ですから、うん、うまいこと取り入れようっていうふうに思ったはずですよね、うん、はい、そう、うん、だからその白木 の歴史を勉強すると、うん、ああそれはキリスト教のことは知ってただろうなって、うんうん、知らない方がおかしいよな。そうですよね、なるんですよ、うんうん、まあ、考古学的にはその白木から出土する遺物、はい、これあの他の百済とか、はい、他の西側の、ね、はい、朝鮮半島の方と高句麗とかで全然違うんです、はい、決定的に違うのはガラスなんですよ。おー、ガラス、グラス、うんうん、でこの、まあ、アジアで作られてるガラスもあるんだけど、この中にローマングラスが、今分析するとそのカセソーダ、ソーダの分析すると、はい、どこの産地で作られたものかっていうの分かる、うん、この中にローマングラス、すなわちローマ帝国で作られたガラスっていうのがもうたくさん見つかってる、うん、なるほど。しかもそれが日本の古墳からも出てくるんですよ。あら、そうそう、もうこれ決定的ですね。九州と、はい、あと長岡京市の はい、あと古墳からも出てきて、しかもこれ古いんですよ。そのグラスっていうのはローマで作られて1世紀、うん、もしくは2世紀のガラス。すごい。これ、うん、このガラスってただこうね、今のインターネットとかね、うん、その通販でさ、こう誰かが運ぶフェデックスが運んでくるわけじゃなくて人が、そうです、歩いてもしくは船で、もうだ、人が来たということは ね、そうやっぱり考え方、だから白木がそういう文化を受け入れたということは、はい、おそらくその人たちのため の教会もあっただろうし。そうですよ ね、そうなんですよ。だからやっぱりそのキリスト教の人たちとは、まあ、本当なのに来てたって、はい、奈良の正倉院にもそういうものあるの で、はい、でシルクロードってそういうもんじゃないですか。そうですね、人たちが行き交う、うん、だから日本の学者たちはどうも日本列島っていうのをなんか閉鎖的に思っちゃって、全部来たのは朝鮮半島が来たんだとか言ってますけど、もう世界動い、人間で動くんですよ。そうですよね。で宗教も持ってくるし、文化も持ってくるんですよ。だから鎖国してたのは江戸時代の話 で、 うん、でかなり渡来人がどんどん来てたって日本書紀も書いてるんですよ。だから来てましたって。だからキリストの概念もあっただろうし、聖徳太子ほどの人が、うん、全く知らなかったことはありえない。そうですよね、うん、だって中国でも五漢の時代にローマ帝国の使者が来てるんですよ。大神王アントン、マルクス・アウレリウスの皇帝の使者が来てる、うん、でまあこれは文字に残ってるけども、実はね中国にねローマ人の村ってあるの、うん、ライケンって言って、はい、どうもねローマ帝国がこのいわゆる東アジアに、ね、はい、
軍隊を送ってきたらしいね。へ、軍隊は送ってきたんだけども、うん、まあ、アレキサンダー大王だってインダス川まで来たんで、はいはい、なんとこれローマ帝国の一軍がもう中国まで来て、中国まで来たはいいんだけど、もう帰るのよそってでローマ人の村できちゃって、これ今でも中国っていう外国人に開放してない未開放地区たくさんある、はいはい、たくさんある中で、その村っていうのもずっとこの村の人たちはローマの人、ライケンっていう当時のローマの呼び方するんだけども、はい、で顔がやっぱりねバタ臭い顔で、バタ臭いで遺伝子調べたらやっぱり、ね、ラテン系の、ラテン系なんだ、来てるのよもう、あ、もう分かってる、そうなんですね。だからさっきの新羅にあるね、はい、そのローマングラスとか、はい、だからいわゆるガラス玉とか、はい、よう見たらね、白人の顔が描いてあったりするんですって、うん、だからおそらく新羅のいわゆる王朝もひょっとしたら西洋人だった可能性だってあるよなっていう、ですよね、いうことだってある。で十字架とかはその時代のものは見つかってないんですか？でもね、近いものとか、景況、いわゆる景況のものになると、その新羅のお寺、はいはい、からはこういうネストレス派のこの十字架のやつが出てる、はいはい、あとお寺なんだけどね、仏教のお寺になっちゃう、あとメノラってあるじゃないですか、こんなこうね、はいはい、ああいう装飾品のある冠とかは出てる、出てる、いやもうこれ完全黒じゃないですかねで、うん、そうなってしまうと、それはまた宗教論争で歴史論争で、ただ歴史学というのは、うん、書かれたものでしか言っちゃいけないんですよ、うん、僕は作家なんで、はい、そこはちょっと自由に考えてますけど、うんうんうん、僕の塾のね教え子に、はい、のお父さんが歴史学者で、はい、この不思議法書を取りになった方があるんですけど、はい、やっぱりね文献なんです、文献にないことは言っちゃいけない、でもそんなん文献なんてごく一部ですよね、うん、しかもその時の為政者によって、でも歴史学ってそういうもんですよ、うん、想像、竹内文献でもいいじゃんねそうですね、文献竹内文献、文献ね、あれはどうなのかと思います、ね、だからまあ聖徳太子の時代の聖書の一冊でも見つかろうもんなら、うん、それはひっくり返るでしょうけども、うん、出ないでしょうね出さないでしょうね、うん、もしあったとしても高野山にある聖書も出ないですからね、出ないですね、あ出ない、出ないですからね、ということですね、わかりました。いやなんかもうすごすぎて、もっともっともうたくさんのお話を聞きたいんですけども、そろそろお時間となってしまったんですが、はいはい、中山先生、はい、もうたくさんのご活躍で、明日もなんかもう丸一日中ずっと、はい、明日3公演、3公演すごいですね、神保町で昼からね、はい、原田実さんという歴史学者の方から、はいはいはい、水上龍太郎さんという方と、はいはいはい、日中同窓について、日中同窓、これはもう濃いですね、そのメンバー濃いですよ、濃いですよ、で、あと2人は会議主義者ですからだから話が止まらない、その後夜に原宿で怪談ダークナイトっていうのをやった後、ね、新宿に移して、はい、オールナイトでまた怪談ライブ、怪談ライブ、明日10時間喋りますから、すごいですね、すごいパワフルで、はい、いやいやいや何か新しいご本とかそういった企画とかは、ね、ちょっと怪談狩りっていうシリーズを、はい、怪談本出してるんですけど、はい、最近脱稿したとこなんで、はい、まだいつっていう言えない、まあ、6月か4月ぐらいには新作の怪談狩りっていうのは出るんじゃないのかなと、はい、うん、ということですね、ちょっと、楽しみですね、はい、楽しみです、はい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 、中山先生本日は本当に濃い内容をたくさんありがとうございました、はい、まだまだ喋り足らないですから、ぜひまたイルミナティに、ね、第2弾、はい、第3弾、はい、お越しいただきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。皆さんありがとうございます。何か視線を感じる、ふっとこう顔を上げると正面にある向かいの座席に顔を見た、びっくりした、あ、信弘だと思った、信弘ここにいる、信弘の顔がここにあるじゃない、信弘映ってるよ、エスコさんには信弘さんが見えるらしいんですけども、他の人には煙なんです。エフさんが、まあ、奈良の実家から大阪の建築系の専門学校に通ってたそうなんですけども、まあ、奈良から大阪まで通えないことはなかったんだけども、まあせっかく大阪の専門学校に通うことになったので、ゾクッとした、え、何って言ったら向こうでゆうくん、え、今の声何、今の声何、この部屋何かおるぞって、ちょっとゆうくんが慌てだしたんですね、なんだなんだなんだ、
今から行きます、今から行きます。でもその声はね、耳元です、えっとこう見ると、壁に大きな、ね、木のドアがあるんですよ。でこのドアがね、こっち向きに開くんで中が見えないんですよね。すごく目に留まったものが、それはあのバッグなんです。ゴミ置き場とかにボーンって置いてたそうです。小室にね、下見たらびっくりしちゃったんですよ。またバッグ帰ってきちゃったんです。始まりました、中山一郎怪チャンネル。ランキューブで、はい、他のパソコンは反応するけど、はいはい、あのメイン の、はい、あのパソコンはなんか反応全くしなかった。あで、な話なんか全部がなんか、はい、リセットになったらしい、何にも触ってないのにリセットになったりだとか、まあ、大変なんですよ、はい、あのに、はい、取ってこうかったらもう半分なくなってたりとか。稲川さんが何だったの、まあ、新品、新品、新品。だからそのお酒をあのいわゆるね仕入れてもなくなってるから、その赤字経営になるよねと、うん、いうようなことがオチとして、あれ稲川さんのうちやったんやっていうのがありましたけど。心霊現象関係あるんですか。